うん、じゃあカウンセリングね。はい、うん、まあ本来ね、はい、毒親のカウンセリングっていうことだったんだけど、まあそれもするんやけど、はい、少しちょっとそれは後に回して、はい、まあ元気がないんでね、はい、うん、まあアーモンドアイが、うん、まあ引退したって、はい、ね、まあこれはほら芸能人なんかが引退したりとか、うん、好きな芸能人がまあ結婚したりとか、うんうん、まあ亡くなってしまったりとか、うん、うん、まあこういうことっていうのはその何ていうかな、こう、うん、悲しいというよりは、うん、ある意味、うん、その幸せな悩みということだよね。はあ、うん、だからそこをやっぱり少しずつ、うん、まあその心のね、うん、そのショックとかその悲しみとか、まあ、喪失感っていうのは、うん、はい、まあ時間が必要なよね、はい、でその時間の間にそのまあ別に何も考えなくていいんやけど、はい、僕はその例えばこれ今回アーモンドアイがなくなったというケースであればね、はい、逆に、うん、カウンセリングはいらないかなって思うよね、はい、うん、っていうのは時間というものが、うん、優先して必要だろうなと、うん、うんうんうん、でただこれアーモンドアイが生きてるということね、はいはい、これもしかしてないんやけど、うん、静香ちゃんは自分の中で、うん、こう生理がついてないのかもしれないよね。そうだと思います、うん、っていうのはその何ていうかただ悲しんでるという状況に陥ってるのかもしれない。うん、その何が悲しいのかというよりも、うんうん、はい、ただ悲しんでる。うん、だからそこら辺を、まあそれでも別にいいんやけどね、うん、ただ悲しいだけでもいいんやけど、はい、そのあたりをそのカウンセリングの中で、うん、その整理していく必要があるんじゃないかなって思うんで、はい、うん、じゃあそもそも、はい、どういう感情なの？感情は、うん、本当に、うん、自分の感情が分からない。うん、でじゃあどういう状態なの？例えば一人でいる時とか。はい、一人でいる時。うん。まあアーモンドアイが、うん、まあレースを普通にしてる時。はい。うん、まだ引退とか決まってない時ね。うんうん、はいはい。と今と比べた時に、はいはいはい、その一人でいる時とか、はいはいはい、まあ例えば仕事してる時とか、うん、それとか例えば家族でいる時とか、うん、そこに何かその変化っていうのはあるの？自分をちょっと客観的に見た時 に、うん、第三者的にね見た時に、うん、うん、まあなんかちょっと元気がないとか、こう口数が少ないとか、うん、はいはい、何かそういうものがあるのかということね。口数が少ないことはないですね。うん、まあ、仕事は、はい、特に変わらずにしてるつもりなんです。うん、で家族との関係も、うん、そのまあ悪いなりに、はい、以前と変わらず。うん、そうですね。うんうん、一人でいるときは。一人でいる時も、うん、そんなに変わってないとは思うんです、うん、うんうんうん、そんなに変わってない、はい、いや今じゃあ静香ちゃんは、はい、その何の作業をしているんだというふうに理解している？自分の中でですか？うんうん、そうですね、うん、なんか、うん、うん、
逆に言うたら、はい、あの何か自分のその、うん、何かをしてほしいとかいうことっていうのは思い当たらない。してほしい、うん、してほしい、まあ喪失感ってあるわけじゃない、はい、この喪失感というものを、まあ、自分が今味わってるわけじゃない、はいはい、それも間違いないわけじゃない。そうですね。それがその幸せの延長線上にある喪失感ね、そのまだ生きてる、うん、存在しているという状態の中の喪失感、はい、これも割とよくあるんよ。はあ、うん、あのじゃあこういう時、はい、まあいろんな喪失感ってあるじゃん、まあ、一番典型的な喪失感っていうのは、うん、まあ、人が亡くなるとか、うん、あの動物が亡くなるとか、はいはい、ね、その死という喪失感ね、はいはい、うん、あと別れという喪失感があるじゃない、はい、うんうんうん、まああの、恋人と別れるとか、うんうんうん、まあ一人暮らしをするとか、はいはい、うん、それとか結婚してる人だったら離婚するとか、うん、うん、あとがもう一つのパターンとして、そのまあ自分の楽しいこと生きがいというものの喪失感よね、はい、うん、多分この3つ目のパターンやと思うんだけど、そうですね、まあ喪失感ということに関しては、はい、その一緒なんよね、結局3つともね、原因が違うだけで、うんうんうん、じゃあ静香ちゃんはこの、はい、3つの原因が違うだけで、まあ、喪失感っていうのが今起きてるんやけど、うんうん、この喪失感を自分が感じた時に、うん、その、うん、どういう環境を望んでる？どういう環境を望んでるか、うん、うーん、なんか今まで早くこのずっと苦しそれをその喪失感が苦しいって思ってたので、この苦しさからこう解放されたいとか、この苦しさをなくしたいって思ってた気がします。ああ、この感じ、はい、感情を、はい、うんうん、その感情を消去するということ、はい、うん、そういうことだったと思います、うん、じゃあなぜ感情を消去しないといけないと思った？なぜか、うん、その3つの喪失感が起きた時に、うんうんうん、もう一つの喪失感というものが起きるということを知ってる？もう一つ、人によってこの3つの喪失感であるじゃん、はい、これって多分人間だったら誰でもいくつかの喪失感を感じるよね、はい、うん、この喪失感が起きた時にもう一つ喪失感を感じるんよね。そのもう一つの喪失感というのは何でしょうか？僕の経験上、はい、そのもともとの喪失感と同等に、うん、もしくはそれ以上に、うん、そのもう一つの喪失感というものに喪失感を強く感じている人が多いというふうに、はい、やっぱりカウンセリング経験から思うね。そのもう一つの隠れた喪失感というのは一体何なんでしょうか？これは全員には起きないんだわ、うん、どれぐらいの比率なのかっていうことは割と多い、うんうん、このもう一つの喪失感をその受けない人っていうのはかなり僕は少ないんじゃないかなって思ってる。そしてもしかしたら本当に辛いのはそのもう一つの喪失感というのが辛すぎて、まあ
静香ちゃんみたいに、はい、ほとんどの人が、うん、その無理をして、うん、感情を消去していく、うん、という作業に入っていくんじゃない。まあこの無理して感情を消去していくっていうのができる人はまだいい方なんよね、はい、もうあのなんていうかね、こう生きる気力を、うん、自分自身が、うんうん、やっぱりなくしてしまう人もいるよね、うんうん、はい、うん、じゃあまあそのそれもどっちも良くないことじゃん、はい、うん、そこに何かがあればいいのよね。そのもう一つの喪失感が起きなければいいんでしょ。そうですね。一つの喪失感だったら耐えられるかもしれないけど、うんうん、喪失感が二つ重なることによって、うん、人間ってなかなか耐えれなくなるんよ。わ、はい、かるよね、うんうん、このもう一つの喪失感の正体って知ってる？知らないです。考えてみて。これまでの、うんうん、そう、うん、今まで僕が静香ちゃんに、うん、まあ静香ちゃんは最初人生相談から始まったんだけど、うん、はい、もう2012年ぐらいから8年間ぐらい、うんうん、12、13、14、15、16、17、18、19、もう9年か、はい、まあ、約10年、うん、あのもう一緒に勉強をしてるわけじゃない、はい、うん、で僕が教えたことをの中に、うん、そのヒントがあるんよ。うん、うん、人はもちろん静香ちゃん自身もね、うん、人は何かを喪失した時に、うん、ね、うん、なぜもう一つの喪失感が発生してしまって、うん、ね、なぜ、うん、ね、それに気づかないのか。うん、そういうことが起きている、うん、ということは多分間違いないと思う、はい、うん、それなんていうかな、アーモンドアイが、うん、そのすごく全力で応援してきたわけじゃない、うん、はい、で引退したんだから、うん、まあ、違う形で活躍をするということは、うん、理性では分かってたとしても、うん、だからといって喪失感というものをがなくなるっていうことはないじゃない、うん、はい、そのを、うん、その環境とか自分の気持ちとかエネルギーをその注いだものというものが喪失しているという事実は間違いないわけやから、うん、でもちょっと冷静に考えると、うん、それだけだったら、うん、ここまで気分が塞ぎ込むということにはならないんじゃないかなってうっすらと考えなかった今回。そうですね、うん、また生きてるし、うん、子供ちゃんも活躍するっていう楽しみがあるのに、うん、なぜ私は感情を消去しているんだろうっていうのは考えました、うんうん、ねえ、はい、なんでなんでしょうこれは、うん、なんか思い当たることないかな。これまで喪失してきたものの、うんうん、恐怖、うん、喪失に恐怖がある？いや、恐怖ではないですね、うん、ショック、うん、喪失感を今までもまあ味わってきたんや、うんうん、失恋であるとか、はい、なんか一個足りないものなかった？足りないもの、うん、喪失感が出た時に、はい、一個足りないものがあったはずなんだけど。足りないもの、うん、それが喪失、第二の喪失なんよ、もう一つの足りないもの。これ考える作業が非常に重要なんでね、はい、これ YouTube 聞いてくれてる人も、うん、あの喪失感っていうのは、うん、あのまあ、味わうケースがあると思うのよね、はい、その時に、うん、こう自分でもちょっと不思議なぐらい、うん、例えばものすごい落ち込んだりとか、うん、ものすごいね、はい、まあ、ありえんぐらいちょっと落ち込んで、ちょっと自分でもちょっとおかしいのかなとか、うん、それとかなんかこう自分の感情をこう消去しに走ったりとか、はい、それっておかしいじゃない、はい、ね、度が過ぎた落ち込み、うんうん、
感情を消去する作業っていうのは、これちょっとなんかおかしいよね、うんうん、はい、どう考えたって、はい、うん、なんでそういうことが起きちゃうんだろう、これ多分同じ原因だと思うのよ、はい、どうして転げ落ちていくのか、はい、どうして自分の感情を無理に消去するのか、これは何かが喪失してるからなんよ、うん、ここまでは分かった、はい、うん、じゃあ前半はここで終わって、はい、後半はその答え、はい、ね、そして具体的にどうすればいいのか、うん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 、今後も生きてれば喪失感っていうのとは向き合っていく必要があるんでね、はい、うん、じゃあ前半はこれで終わっとこうか、はい、ありがとうございました。はい。